紀元令は、江戸時代に幕府が財政難に陥った旗本、御家人を救済するために、債権者である札差しに対し債権放棄、債務繰り延べをさせた武士救済法令である。なお、松江藩、加賀藩、佐賀藩など諸藩でも行われた。旗本、御家人は国高が、元から低い上に IQ などの導入によってその、財政基盤は弱体化しており、早くも、 幕府成立から30年後の三大将軍、徳川家光の時代には、その旧暴が問題視されていた。幕府は、多少の地方自家と契約令の徹底によって乗り切ろうとしたが、幕府直属で、江戸居住が義務付けられていた旗本、御家人は、必然的に消費者にならざるを得なかったために時を追うにつれて問題は深刻化するようになった。その結果、彼らは、 借金を重ねなければ生活できないようになり、特に札差しからの借財は年々膨らむ一方であった。札差しは武士の縁前の扱いを握っていたため、借金の取り立ての確実性は高かった。当時の利率は肯定年利18%と高かったため、一度借金生活に落ちたものはいわゆる返済地獄に陥ることが多く、 江戸の人口の4割から5割を占めたと推定される武士の借金が深刻化すると江戸の経済全体が萎縮する結果にもなった。完成元年に時の老中松平定信が完成の改革の一環として発令したのが最初であり、天明4年以前の借金は債務免除とし、それ以後のものありしを下げ永年府を申し付けるという法令である。 さらに以後の法定率は年利1割2分にするとした。この時の起限総額は札差し88人から届け出のあった額の合計で金118万7808両三歩と銀14問目6分5輪4文に達し、1件平均1万3500両ほどとなる。これは幕府の年間支出とほぼ同額だったと言われている。ただし、 当時の札差し96人のうち8人が何らかの事情で答申に応じていないため、正確な起源総額は明らかになっていない。この法令の作成には、環状奉行の久世広市民、久保田正に、柳生久道、曲がり淵京進、江戸南町奉行の山村良左官、北町奉行の恥金信置などの幕閣のほか、町人たちの過剰に通じ、 町方の動きをよく心得るものとして町年寄りの樽や余左門も参加した。そして、環状所ご用足からの出資金の後ろ立てを得て、完成元年正月頃から約半年の月日をかけて作り上げられた。発布前に幕府が札差しの経営状態を調査してみると、札差し十七件のうち完全に自己資金で経営しているものは七件に過ぎず、全体の七割強が、 よそから資金を調達して経営していたことが分かった。このまま借金の棒引きをすると、札差しが多額の金銭的損害を被り経営困難に陥り、恨みを買って旗本への再融資を拒否してしまう。それでは帰って融資の道を断たれた旗本、御家人たちがさらなる貧窮に陥る事態の繰り返しになってしまうことを松平定信ら幕府法が危惧した。そこで、 環状部業、久世広市民は、幕府の公金5万両の貸し下げや、札差事業の資金貸付機関となる猿屋町会所の設立を定信に提案した。猿屋町会所は、江戸、京都、大阪の有力豪商らから資金を募って、経営状態の良い有力な札差しに会所を運営させて、経営困難となった札差しに年利一割の定理で貸し付けるというものであった。 クゼはこの案を、札差しは、宝資金を借りずに営業を存続でき、長年不合のもとにため込まれた金が世に流通することにより、経済が活性化するだろうと評している。クゼの提案に、貞信からも、最もなる表現に存じ行と賛同の意を受けている。ただし、公金に関しては5万両から3万両へと変更を指示している。会所の構想は、 多少の修正を加えながらも実現の運びとなった。町年寄りの樽谷与左衛門がこの司法改革案の検討に加わるようになったのは同年7月に入ってからである。樽谷与左衛門は救済の処分について再建を天命4年以前と翌5年正月以後とに分け、前者を相対なし、後者を年利6%に引き下げ、とするように提案している。 天命4年末で札差しの再建を2分したのは当時の皇帝利子が18%であるから6年目に利子が元金の額を超えることになりそれ以前の再建はすでに元金分は回収したものとみなしうるからであるまたこの札差し手法改革が札差しの旗本金融だけを対象とし他の一般金融には適用しないことを待ちぶれで徹底させ 市中のパニックを最小限に抑えること、以後の貸金年利率を12%に引き下げることなど、余罪門の検索はこの他にも詳細にわたり、そのほとんどが受け入れられている。最終的に発布内容としては以下の通りとなった。さらに、この時期が最も影響が少なくて済むとして、記念例の実施時期は9月の冬服の取り替えが終わった後となった。 発布はそれより20日ほど前の9月10日頃にすべきだと提案した。発布の日取りは、与左衛門の提案通り、9月10日から12日頃と内定したが、実際には最後の申し渡し書の過失訂正で若干、遅れることになった。札差市一同と倉前の町役人が、北町奉行所に召し出され、環状奉行の久世広市民の立ち会いのもとに、山村。 シナノマモル及びハジカノカワウチマモルから申し渡しを受けたのは完成元年9月16日のことであった。序文では札差したちが旗本、御家人たちが借金によって難重しているにもかかわらず、利下げもせず利息を取り立て続けて利潤を得ていることや、謝紙にふけり、税を極めて風俗を乱し、武家に対して無礼な振る舞いが多いことを咎めていた。そして、 この度の改正では、利子を引き下げ、これまでの貸金の取り扱いを改正し、会所を立てて町年寄りの樽や余財門に引き受けさせ、幕府からの無利息のお下げ金が出されるといったことが書かれていた。長部業所での申し渡しの後、樽や余財門の役宅で、札差し一同に改めて申し渡しがなされた。ここでは、今後の新規の金融における利子の計算方法や、 会所に関する詳しい説明がなされている。この他に、旗本、御家人の事業校に比べて、不相応な高額借金の申し出を拒絶すべきであり、蔵米支給などの折に、主食の競応などは一切無用とすること。蔵米の受け取り、運搬、売却といった札差し本来の家業で得られる。手数料はこれまで通りであることなど、様々な取り決めが通達された。なお、 各札差しは、顧客である武士の身分、治療法、生命を残らず、書き上げ提出するようにという申し渡しもあったが、これは旗本たち武士の名誉にも関わるとして、願い下げとなった。また、借りたのが天明4年以前だが、弔問の書き換えによって5か年以内、つまり、天明5年以後となっている借金や、5か年以内の、ものでも、 家督相続により親の借金を書き換えた場合も債権発起と決められた。記念令から7日後の9月23日、札差し28名による嘆願書が提出された。嘆願書には、自分たちは零細の営業であり今までよそから資金を借りて営業してきたが、今回の既存に、リアスとあっては営業が立ち難く、もう金は貸せないというのだ。幕府は即対応し、翌日、 札差しの代表に2万両を貸しし、うち1万両は10年間返さなくてよく、残り1万両は会所での貸し出し資金と制御と命じた。なお、抗議から札差しに2、3万両ほど融資することは、元より計画段階から予定されていた。これを受けて札差しも単眼書を引っ込めている。だが結局、札差しの貸ししぶりが始まった。起念例が発布された当初は、 札差しから借金をしていた旗元御家人や徳川もんや、御三境付きの武士は大いに喜び、松平定信への感謝では飽き返っていたと、水の遺町の日記に記されている。しかし、さらなる借金ができなくなったことで、再び生活に困り始めた旗元御家人たちの不満が、年末が近づき物入りが多くなってくるに従って、増大し、 それに伴い紀元霊に対する不平が募ってきた。中には、追いはぎや盗人になる下級の御家人まで現れた。旗本、御家人に対する追加貸し付けは行われなくなり、人心を不安に陥れるなど多くの弊害をもたらした。札差しの一世締め貸しは申し合わせたように続き、中にはほとんど閉店同様の店もあった。定信は、癖に当てて、 今までは暮れに20両ほど借り返せていたのに、今年はやっと4、5両、同心などはわずか1両というありさまで、これでは貧乏なものは年が越せず、個人系が無駄になってしまう。札差しの自己資金が足りなければ、会所から借りさせよ、と送り、年内に解決するようせかしている。武行と札差しとの間の交渉は、最終的には、期限令発布当初、 年利12%のうちの2%だった札差しの取り分を6%と上乗せすることで札差しは保護を収めた。これは抗議からの金を右から左に武家に仲介するだけで利息の半分を得ることができ札差しとしても利が多かった。年越し前の12月26日という瀬戸際の打結によって当初の予定から3ヶ月遅れたが、 会所の資金が札差し経由で武家に渡るようになり、年越しができないと危惧された大規模な貸ししぶりの事態は回避された。その後も札差しへの経済支援は続き、翌年7月には4分通りお下げ金と名付けられた武家に貸した額の4割を会所から定理で貸し出す措置が決まった。この時、会所の基金は前年10月に元で3万3000両だったものが、 札差したちに貸し付けた分だけで5万5千両余りと順調に膨らんでいた。以後、武家への貸ししぶりは起きていない。通説では、紀元令は借金防備引は研究史上、困窮した武家を救済するための苦し紛れの方策と位置づけられてきた。しかし、歴史学者の山室京子は、幕府も武家も商人にも利を与える政策だったと述べている。 47年後の天保の無利子年譜返済例の、際の当時の環状奉行の発言に、延長3年から完成9年までは52か年、完成9年から今年までは47か年になります。およそ50年に一度、借金を破棄する措置を実施しないと、かえって世上の金銀が流通しない原因となって、しまうと存じますとある。つまり、 期限令などの借金破棄令は一時しのぎの場あたりな政策ではなく、50年周期の商人への一括の課税と認識されており、長期的な経済サイクルの中に位置づけられてきたと考えられる。江戸の借金防備機は、富の再分配システムの一環として、有効に当時の武家も商人も、その有効性を認識して整然と抗議の指示に従っていた。 天保14年の時にも無利子年譜返済令の名目で、天保の改革の一環として発令されている。同年12月14日、札差しに対して出された無利子年譜返済令は、札差しが旗本、御家人に貸し出した未返済の再建は、すべて無利子にし、元金の返済は原則として20年付ただし事業行に比して、借財の多いものへは、 さらに軽減した召喚の措置を取るというものである。ただし、これと引き換えに幕府が札差しに貸し付けていたお下げ金も無利息とした。なお、この期限令を根拠として、明治新政府は廃藩地県時にこれ以前の諸藩の債務をすべて無効とした。完成の改革の後、札差しは一時勢いが衰えたものの、年を減るごとに、旗本、御家人の借金は再び増加し、 文化、文政の時代には再び繁盛し、旗本、御家人の生活は、窮乏に陥った。このため、無利子年譜返済令が出される前にも、天保13年8月3日、猿屋町会所から、旗本、御家人に貸し付けていた金を起援し、翌年6月1日には旗本、御家人に対する、お貸し付金、拝借金などの公金の起援も行っていた。 この法令の発布後に、当時の札差し91件のうち、半数以上に当たる49件が店を閉じてしまい、返済金だけを受け取り、金は貸さないという立場に変わってしまった。これに対し、幕府は札差しに2万両の資金貸し下げをして、当時の有力な札差し4人に、仲間内に融資を図る要素とした。さらに、勘定所雇用足し、町方雇用足しの十五人の商人に対して、 新規に札差しを開業せよと命じた。しかし、業務が複雑である、開店のための適当な敷地がないなどと理由をつけ、金1万両を札差し女性料に差し出すだけで、15人のうち10人がこの申し渡しを辞退してしまった。なお、閉店を宣言した49件の札差しのうち38件は、幕府、雇用多市それぞれの出資や有力な同業者の女性などもあり、 再開店に踏み切った。文久2年冬、天保の無利子年譜令から20年が経った頃に、幕府は3度目の札差し司法改革を行った。天保の無利子年譜返済令の発令以後も、増大し続けてきた未償還の債務を年利10%から7%に下げ、返済は金額に応じて10年20年と、長期年譜にするという内容である。これを、安都市、 年譜済み司法と呼ぶ。この法令が発布されたとき、札差しはさほど目立った動きをしていない。全2回の期限令ほど厳しい内容でないことと、この法令を適用した場合、主な債務者である旗本、御家人の負担はかえって増加する場合もあったからである。ありがとうございます。